今日、北海道の西の海上にある低気圧が夜には北海道の日本海側へ進んでいきます。その後、明日には北海道付近を低気圧が通過して冬型の気圧配置が強まる予想です。上空の寒気の予想を見ると、この冬一番の寒気が今夜には日本海側に流れ込んできます。寒気の中心付近はマイナス40度以下という非常に強いものです。その後、明日にかけても 特に北陸以北を中心に大雪となる目安の寒気に覆われます。そして下層の寒気も今回非常に強いというのが特徴です。今日の朝には中国地方や九州など大雪の目安となるマイナス12度以下という寒気が西回りで流れ込んできます。その後明日の朝までしっかりとかかり続けるため今回は広い範囲での大雪が予想されます。この後の予想を見 見ていくと、北海道から九州にかけて、日本海側は広く雪が降りそうです。夕方にかけて寒気もだんだんと強まるため、雪の範囲は拡大していきます。四国など太平洋側でも雪の降るところが出てきそうです。そして今日の夜以降、被災地の北陸は特に警戒が必要です。日本海で風の収束によって大雪をもたらせる雪雲が北陸地方を指向して流れ込んできます。 短時間で一気に土下雪となる恐れがあります。さらに明日になると日本海側は引き続き大雪となりますが、名古屋など東海地方も雪が降り積雪となる恐れがあるため警戒が必要です。予想降雪量は一番多いのが北陸地方。特に山沿いを中心に多いところでは250センチというかなりの大雪となる見込みです。 その他も北海道から中国地方にかけて100センチを超えるというかなりの大雪が予想されています。普段雪の少ない地域でも積雪する恐れがありますので、今週の寒波は警戒が必要です。